皆様こんにちは、パチロ秘書坊の三原明です。ということで今回もギャラクティカ収録やっていきましょう。今回はですね、将軍下赤塚店様にお邪魔しております。で、今日の稽古調べてきました。ですね、今日は3台以上機種に全5、6の機種がなんと2機種あるということでですね、まあ、3台機種をね、しっかりと狙っていきたいところなんですけれども、ちょっとね、番号が良かったんで、せっかくなんでスマスロのバイオのベンデッタですね、こちらを確保しました。まあ、寝台ということで、まあ、ちょっとね、力入れてくれるといいなというところで確保したんですけど、まあ、ちょっとどうなるか分かりません。ただ、バイオのスマスロなんかね、コンプリートしたとかいう話もちらほら聞くんで、もしかしたらコンプリートして神 FG 取れるかもしれないんで、今日も頑張っていきたいと思います。それではマヨのベンデタ打っていきたいと思います。ちょっとね、私自身まだ打つのこれで2回目なんで、まあ、ちょっとねそこまで詳しくないんですけど、まあ、高設定ほど、まあ、もちろん初当たりが軽くなってます。で、今なんとなくこう推測されているのがサイレントモードの突入率、まあ、ここに設定差があるんじゃないかと言われてます。あとは分かってるところで言うとモード D の移行率、まあ、これね、6でもかなり重いんですけど、まあ、モード D に行けばちょっと高設定の機体が確認できるということなんで、まあ、そういうところとかいろいろ見ていきましょう。ちなみになんですけど、朝一抽選良かった人たちは、まずあのヘイ鏡です、6号機初期のヘイ鏡、ここから埋まってましたね。ちょっと取るか迷ったんですけど、いや神 FG 目指すならこっちだろっていうことで迷った挙句やめました。まあでもスマスロで1個ぐらいあってもいいのかなと思うし、まあもちろんね単品とかのいう可能性もあると思うんで、まあなしではないと思うんですけどね。お、56ゲームでアリアスモード入りました。これが、ゲーム数前兆ですね。いやリッカーは強いよ。まあまあまあ、ここはね、お、予約、おー、ちゃんスメ、これしかも合格かもしれないんで、サイレントモードもちょっと期待できるかも。お、行きましたね。これ合格のチャンス目からだと思います。86ゲームサイレントモード、さあ行きましょう。で、なんかこれね、さっきちょっと見たんですけど、なんか裏モードみたいなのにできるらしいんで、それ一回やってみていいですか。なんかこの扉が開いた次ゲームでサブ液晶を3回タッチで行こう。お、音鳴った。これでプッシュで告知を発生させる裏モードになるみたいです。で、そうなると終了以外の煽り演出を行わないっていうのと、 AT まで残りゲーム残り5ゲーム以内の場合にプッシュボタンが出ると、プッシュボタンが出て4分の1で告知が発生、最終遊戯のみ1分の1で告知発生、1ゲームにつき1回だけプッシュボタン有効。なんかちょっとわかんないんですけど、一回やってみましょう。本当だ、全然煽らない。いきなり通常パターンじゃなくて裏モードから見せるっていうのもおかしい話ですけど。わあ、これダメだったと。なるほどね、ダメな時はじゃあ全く演出来ないんだ。まあ、もし次入ったらとりあえず次は通常でやりましょうか。あっさりすぎる、当たらなかった時に。はい、来ました。220アリアスモード、結構この辺で当たってくれることも多いみたいなんで、もうちょっと投資がかさむ前に当たってほしいですけど、まだどれが熱演出か分かってないんだよな。
はい。お、プッシュボタン。ああ、いいんじゃないですか。え、もう行っちゃうの？向こう。ああ、食らうのか。ダメだ。超えちゃった。いやー、600とかまで連れてかれるんじゃない？これ。あれ294で。バリアスモード。モード D やんじゃないですか？どうだ？いいか。食らっちゃう。おお、負けるか。あ、270から319ゲームでこれだ。モード C 濃厚だ。まあまあ朝一なんでモード C なんでしょう。624アリアスモード、これが多分ちょっとチャンスアップ。ここでチャンスね。おー、続いた。こうやって当たるのか。出た。これローデオなんですよね。あ、コマ星人かわいい。当たりました。647ゲームです。投資が21000です。よし、じゃあ行きましょう。あれ、まだまだ当たったと思ったのに、当たるよっていう告知だけね。はいはい、やっぱ当たるときは強いな。赤い、左赤。ここキン、ブル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 、よいしょ。ここで告知かな。はい、取りました。654ですね。654ゲーム、21000投資です。いきます。じゃあ行きましょう。順調に枚で40ゲームアセットの AT です。あー、これリプレイか。お、パズル。さあ、こうやってズレに連続になるとチャンスがつくんで、あとは押し順ファーストが右選ばれればチャンスですね。もう一回、いやあ、めちゃめちゃ惜しい。めちゃくちゃいい。あれね、チャンスついてるときにレア役行くと全部がチャンスになるんですよね。お、いいんじゃない。これ1回目はちょっと当たりやすくなってます。これでクリーチャーバトルの抽選がされてると。おお、2回引けた。これはもういいんじゃない？ OK、 よし、行きましょう。クリーチャーバトル、これが、上乗せの抽選になります。で、ここで武器とクリーチャーを抽選されると。マグナムトリッカー、これね、クリーチャーがなんかライオンとかそういうのが出てくるとちょっと強いんですけど。行きましょう。子役でバレット獲得。オッケー、これでここ取りました。で、次で昇格チャレンジ。これ
白さを。これね、玉の色がこう変わっていくほどいいんですよね。色から。うわあ、取れてた。これね、今1個でしょ。2、3、あと4回。おお、うまい。あと3発。え？ダメだったやつか。おお、すごくない？あ、増えるやつですよこれ。せーの、よし、ラスト。めっちゃ取ったなこれ。いや、これ結構頑張った方ですよね。110ゲーム。よっしゃ、ちょっと出だしはいい感じ。一応裏ボタンでこのフリーズしてるときに武将ボタンを押してブルったらクリーチャーバトルは確定みたいです。もちろんブルらなくても行くときは行く。お、行ってた行ってた。ちょっと油断しました。完全にサマシンガンと、お、どちらだダッチョー。よし、これは成功させたい。お、ライフ。これは同じような感じですね。子役が揃えば今のライフだったらこの残りゲーム数が増えます。これは色によってここのもらえる弾丸の数が違ってくる。うおー、下手、やばい、外れ外れ。よしよし、回復回復、めっちゃ大事。白よし、これでリプレイ。これで多分押し順第一当たってるんで2択。ドアがいい。ここがハテナになっても子役を引き続けてれば終わらないです。うわー、これ超えたらライフなんだよな。よし、リプレイ。よし、ベル。うわー、いやー、これは終わっちゃったか。さあ、どれだけだ。123。300までいくと絶対確定なんですけど、うわー、ダメだ、これで失敗。まあ、失敗もあるんですよね。うーん、おいっと、よし、いきます。濃いの出てくるな。さあ、リベンジしてみましょう。うまい。さあ、プッシュのやつ来た。これ取りたい。いや、でもさっきよりはいい感じ。出る。うわー、そこ終わった。144。よし、よし、これでボーナスはもらえたと。枚数増えるかな。ダメか。さあ、じゃあこれで100枚のボーナスです。プラス10。残り52ゲーム。
さあ、いけます。うわー、ハンドガンハンターかー。これはちょっと弱いというか。1、2、3、2、3、4、5、6、7。5、6、7。おお。プラス10をもらいました。よし、めちゃくちゃ入ってくれるな。赤い赤い、マグナムか。さあ、ここから色。よしよし。でしょ、最初なんであんなに乗ったの。むしろ、あ、お、ついた、いいです。いいよ、とりあえず引いたよ。左どうですか、もう一回。継続バトルちゃったか。あ、でもアリアはチャンスでしょ。早く、ダメ、うわあ、ダメか。終了画面がデフォルト、トロフィーなしで、サブエキションタッチで、キャラクターは、あー、この人も多分そんなにいいやつじゃないんですよね。284枚、まあ、ちょっと帰ってきましたかね。これなんかね、前それで見えなくなるのもったいないよな。お、白白い、これちょっとチャンスですね。ゲーム数の低ゲーム数が近いかもっていう煽りのやつですね。15ゲームありやすモードかー、食らうか。おお、隣さんは天国だ。いい兄ちゃん、ありやすモード、そろそろかな。うん、そうですよね。次避けて、お、よーしょ、これはバッタでしょ。よしよしよし、よかったよかった。おー、出ましたね、またプレミア。じゃあ覚えた、あそこで告知じゃない。よし、取りました。251ゲームこれもの C だったと思います。さあ、また行きましょう。なんとか持ちメダルでやれてます。ここでスイカ、1ゲーム早かったんじゃない。マシンガンの超、いやー、よしよしよし、この黄色取りたい。よしよし
185?300 までちょい。おー、リプレイ。よし、いったいった。なあ、まあでもとりあえず300は飛ばしたね。早めにブラックアウト。おー、ちょっと待って、ちょっと使った。残り68。よし、25。125枚。おお、プラス30もらった。あー、強い人だ。しかもチェリー、今日チェリーだったら復活でしょ。着地ダメ。あ、これカマーセージは復活確定ですね。セット数継続確定です。まあ、ここはじゃあ素直に逆をして狙ってきますか。赤だから大丈夫じゃない。よし、決めました。よかった。今日柄いいですね。さあ、この次ジェックとか引いてみたい。これは知らないですね。おし、ラストゼロだ。プレイハンドガンね、リッカー 6?ダメだ。今日チャンスついてる。もう1ゲームある。ちょ、右まだある。あー、ダメか。まあでもここは継続確定です。よっしゃー、もうセットいきましょう。3セット目。よし、バトル。ちょっとでも乗せてくれれば。右、当たった。6。いやー、ハンドガン全然ダメだ。出る、どこだ、左。さあ、ここはちょっとまだ厳しい。
乗りたよな、うん、デフォルト。クラゲ。さあ517枚です。で今703枚ぐらいになったんでだいぶ取り返しましたね。格ゲーもいないの、アリアス行くなぁ。こいつアリアス。あぁ、あれ、またCだな。あ、すめ。おお、ここで当たるのか。あ、すめ、ちょっともったいない気が。当たりました。205ゲーム戻していいです。エチャーバトル。セーフ。こっからこっから巻き返そう。下手すぎる。88。いやー、ダメかー。これ一番ダメなパターンだ。あれ、全長ある。もう一回あった。もう一回やり直し。いやー、マジか。うわー、ダメだ、ここまで下手だな。151。下手すぎる。いやー、危ない。あれ、これはアリアス？アリアス出てきましたね、いきなり。大丈夫。おお、よしよしよし、継続した。よし、全部チャンスになる。ベルだ、ベルだ。うわー、ちょっと引こう。やばい。よし、とりあえず1回だけ。バトルには行きました。いや、これきつすぎでしょ。こんな下手なことある？63。そりゃ無理だ、そりゃ無理だ。ぶるった、よし、もう一回やれる。下手すぎて。
むっちゃ下手さっきから。どうにもならん。どうにもならん。アリアス出てこい。あ、出てきた。これあれじゃないですか、リベンジループしてるかも。ずーっとアリアスが出てくるってやつなんですけど、嘘でしょ。勝つ勝つ、ダメー。187は、いや、ちょっと今これマジで、ああよかった、ああよかった、ナイス。チャンス目、10ゲームは乗せプラスないか。ああ、チャンス目でいった。あー、やばかい？いや、めっちゃ下手だ。なんだこれ、白白。いや、そりゃ無理だよ。わー、やばい。なんで3セットやってんのに240枚しかないんだろう。ここで頑張ってもう一回継続させましょう。よし、まだ今日何も成功しない、ハズレしか引いてない。もう、ま、なんか怖いから左から押そう。何これ、よしよしよし、切ろう。よし、左赤まで行け。よし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 、この上金。ああよかった。とりあえずあの巣1個ある。やっと乗せました。あーやっと乗せた、本当に。もう1個あるんじゃないかな。わかりますね。もう一回。なんか最初に出てきたなんかマシンガンダチョウとかハンドガンライオンとかなんとか生かしたかったな。20。
落ちました。赤いよ。わあ、マジか。3つでここから色上げていく。強い強い。どうした。いやー、3つしかなかったのちょっともったいないけど。よし、60秒。よし、強い。これちょっと強い。よし、いきましょう。9、よしよしよし、300いった。めちゃうまい。続いてる緑か。おお、取った。400超えた。よー、ちょっと待って、これはダメだ。これよし、595。うわ、続く。あー、ここで終わりと。いや、でも今日一ですね。605、300欲しい。うわ、全然ダメだ。嘘だ。どんだけかかってんだよ。まあ、でも残り300くらいあります。25、227。おお、うわー、ギリギリ。300無理か。75。せめて200。やばい。いいでしょう。よし、これで1000枚いく。おお、マジで。ここでも増殖というか増えたりするんだ。ジャッジ知らなかった。よいしょ。この60ゲームとプラス10で70ですね、上乗せしました。というところで一旦ここで前半戦の方を終了したいと思います。はい、ということで前半戦とりあえず終わりまして、私の方はですね、投資が2万1000で今1300枚ぐらいあって、さらに、リベンジループが続いている状態なんで、まあ、このままね、あの宣言通りコンプリートを目指したいと思うんですけれども、
今のところの、店内の、神谷藤井候補は、まあ、バキがねすごかったんですよ。V20 取って強くら突破してってことでが本当に、まあ、5000枚もう万枚とかも結構見えてきてる状態なんで、まあ、一応神谷藤井候補かなと思っております。であとね、朝に言ってた全体系っぽいところが、まあ、少しずつ見えてきたかなと、粘ってるのがスロットマドカの前後編サラリーマン番長2、あとねまだちょっと可能性もあるんですけど、それはねまた最後に、見ていきたいと思います。それでは後半戦も頑張ります。はい、それでは引き続き言っていきたいと思います。バイオハザードベンデッタ、まあ、ちょっと私の内の設定がどうかっていうところは、まあ、正直わかんないです。まあ、サイレントモードは、まあ、さに降格のチャンス目が1回入ったぐらいなんで、まあ不安ではありますね。ただなんか高設定ほどこのリベンジループっていうのもしやすいかもしれないみたいなもあるんで、まあ可能性はゼロではないし、まあ、隣は結構な初当たりも軽いんで、もしかしたらここがまだ全体系の可能性っていうのもあるんじゃないかなと思って引き続きやっていきたいと思います。おー、はい、どうぞ。このクリーチャーバトルがやれるかどうかなんですよね。最初全然やれなかった、本当にショットガンリカ。なるほど、金は自力で掴み取ると。ダメでした。まあ、でも赤だったら大丈夫じゃないかな。せーの、よし、よいしょ。お、また増えた。えい、よし。いやーいいな、調子いいな。チャンス目、おお、3、でかい。おお、2連続。
だ。よっしゃ、カーボ続いてる。あー、なるほど、これで終わっちゃうのか。おー、右、あー、ダメそう、左か。300ぐらいある。75、200、超えるか、超え、じゃあ200か。いやー、だいぶ伸びるこれ、本当に感想見えてきたんじゃないですか。ほら、ほんと当たんない。うわー、ここまで。さあ、行きましょう。どこまで続けられるか。ベロは引いてる。はい、ナイス。大丈夫だと思ってる。いや、そんなバカな、そんなバカな、いやいやいや、サマー星人クラゲ、本当チェリー引いたよ。おお、怖怖い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 。いや、あれスイカ、よし、いやー、下の、あー、ダメか、勝負、赤い、よし、これで7セット目。いやー、ダメなのか。あ、やばい、ヘルがない、1回だけ。あ、これやばいかもしれない、これは本当にやばそう。ゼルマウス、どうだろうな、これ終わりそうだな。1846枚7セット、あー終わった、完走ならず。いやー、完走してたら 50% でプレミアムでしょ。あー悔しい。もうちょっと早く来てよ、ちょいちょい。悔しい、今日ちょいね、もうめっちゃレアクスじゃん、抜けてからそんな嫌がらせかのように。
まあまあでも2000枚ぐらい出ましたね。目玉としては2000枚ぐらいある。さあ103ゲームアリアスモードです。100ゲーム以内のアリアスモードはなかったです。怖い怖い。ハンター、やられる。のアリアスモードか、まあ、今までみたいに170とかでアリアス出てきてないんで、まあ、A でいいのかなと思います。なんでこれ抜けたらやめちゃいましょうかね。うわー、何にもなくいっちゃった。ケルベロス、お、じゃあ役違う、ダメか。あのスイカは、まあでもいいかな、もうこの合格っぽいところは。サイレントモードとかの煽りもないですね。突然来たりするから怖いけど、まあでもスイカで入るのももうほとんどないと思うし、まあ、この250ゲームでやめたいと思います。はい、2000終了しました。お疲れ様でした、今日は結局ね、スマスロのバイオベンデッタ、最後まで打ち切って、終了です。で、投手と回収なんですけれども、投手が987枚、回収が1779枚ということで、プラス792枚、プラスで終わることができました。いやー、とりあえず最近結構ね、ま、ガラクティカ負け続いてたんで、まあ、プラスで終われてよかったかなと思います。で、まあ、ちょっと設定の方はですね、まあ、サイレントモード、まあ、設定差あると言われていて、まあ、これが1300ぐらい回したんですけど、まあ、1回しか入んなかったのと、まあ、終了画面6回サンプル取って、まあ、全部デフォルトだったんで、まあ、そういうところも加味してちょっと弱いかなっていうところで、やめております。で、店内の上江藤候補、まあ、バキもねいいんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、終わっちゃったんで、まあ、この後、まあ、上江藤になるであろうところですね、候補が、2つほどあります。サラリーマン番長2、あとスロット窓か前後編、こちらがね、3大機種になってるんですけど、まあ、漫才で、皆さんなんかもう自信あるような感じで回してるんで、まあ、ここはね、2機種がこの後伸びて神谷富士になるんじゃないかなと思います。といったところで、今回ですね、なんとかプラスで終われたのでよかったかなと思います。まあ、バイオベンデッタ、AT 入ればすごい楽しいんで、皆さんもぜひぜひ打ってみてください。ということで今回のギャラクティカはここまでです。また次回もお楽しみに。バイバーイ。